はい、皆さん、おはようございます。ラーノミヤクーボーイ、キングダクです。えー、大相撲、大平成大学の一人、朝昇竜関について私が語ります。実は私、朝昇竜大ファンなんですね。はい。実は、はい。子供の効果はもう見てましたしね。覚えてます。はい。本名、ダングはドルジさんですね。ドルジさん、はい。朝昇竜関は、えー、まあ、絶好調な時もあったんですけども、 ただね、大関上がって横綱昇進の後、事件がもう起きてるんです。ま、あの、曲集座に反則負けの時に、あもう、ガースミラーもう、壊すという事件があって、もう、びっくりしました。カーブミラーのガース。本当にもう、危なっかしくて、もう、びっくりしました。はい。確か、朝昇牛関、こんなことだとは思わなかったです。スマホで見て、はい。 優勝し大活躍し、横綱白鵬とライバル指数も、ただね、2007年だと思いますが、あの、大相撲朝将棋が、あの、巡業の時に休場届を出したものの、あの、サッカー、サッカーしてることが分かったんです。モンゴルで、はい、ボランティアをやってて、はい。結局朝将棋、ずる休みはいけませんで、ね、ずる休みをするまでサッカーするとはもう、信じられないです。はい。未だに許されない話でございます。 サッカー問題もびっくりですね。はい。えー、元気にシュート。怪我してるのになんでサッカーしてんだと怒りたくなりました。結局2場所出場停止を食らってしまったんです。まだ事件は終わりません。朝将棋25回目の優勝を飾った後の話。あの泥酔状態であの暴行事件が起きてたんですね、その時。 あれはもうびっくりしました。何が起きたか知りませんけど。結局、引退となりまして。もう、これはし、言葉にできません。もうちょっと相撲見たかったです。朝青龍関の相撲。もうちょっと見たかったです。はい。これはもう、やってはいけないことが多いです。はい。複雑な心境でございます。はい。実は2017年、朝青龍相撲を取ったんです。 あのー、朝勝利を押し出した1000万円というアメバ TV の企画で、えー、泉博さん、ボブサップさん、元大関、ことみつき関と一般5名の計8名参加したが、朝勝利全部完全勝利、8000全勝でした。はい。これはもうすんごいですね。3位、あの番組、テレ朝、ワールドデンジャーという番組で、えー、ご覧になりました、私も。はい。 朝青龍関実はサッカーやってたんですね。大相撲よりもサッカー。PK 戦ではあの、半夜川島相手に結局圧勝ですね。<laughs> もう笑いますね、これは。はい。サッカーしたらもうすごいですね。ぜひサッカー選手になって欲しかったけどもね。やっぱり問題を起こすようでは困ります、これでは。はい。朝青龍関大ファンなんですけどもね。残念ですね、非常に。はい。悲しいちゃん。 現在は、えー、モンゴルのあの、大きな銀行を経営したり、ボランティアに参加したり、タレント評論家、サニア、その他もろもろ、ビジネス、ビジネス系をメインに仕事しております。でも、朝正月にしては、ま、相撲の方はもう、内容は OK としましょう。ただ、暴行はダメです。事件は起こしてはいけません。はい。それだけは覚えてください。皆さんも、 社会人としてのマナーも覚えてください。大相撲、朝青龍関の、まあ、決まり技、41個、決まり手が41個はもう、技のデパートと言っていいですね。はい。えー、大、他にも、えー、技のデパートの他にも、得意な形は左四つとより、あとは押しと突っ張りがもうすごいし、投げもすごい、ヤングラ投げ決めたり、釣りだし、 送り継ぎ落としを決めたりも、大技が本当にすごくて、びっくりしました、本当に。涙が止まらないです、自分でも、はい。朝昇龍の相撲もう一回見たいです、ぜひ、はい。時間あったらもう一回見たいと思います。いやー、感動しました、でも。 結局、朝正や2017年のその、大晦日の番組を機に、相撲を辞め、仕事に専念しています。でも、頑張れドルジシ。はい。それじゃあ、バイバイ。